度も振り返りもせずにずっと今まで過ごしてきたんだから。だから私も考えたんだ。この国も一度くらい同じ恐怖を味わった方がいいんじゃないかとね。私の気持ちもわかるだろう、君も韓国人なら。だからといってあんたのやろうとしてることは許されない。絶対に。金山拓実、あと1週間の命だ。孫は来ない。罠だと分かってる。どうしてこんな危険なことを。何も言わずに答えろ、答えろ。目がしきった다내잘못이니까그만다고쳐그만해요그만해요아타시가타는다아타시가타는다너미안해요あなたのデータ消したのはそう止められなかった。미안해요난당신에게서가장소중한것을빼앗았어요本当のあなたを奪った。だから悪いのは君じゃない。そんだ、우린만나서는안되는거였어요서로사랑하기위해서가아니라상처를주기위해서만나고말았어요난당신을힘들게만했어요그러니까忘れてください私のことを忘れてください。お願い。당신마음속에서제유난은지워줘요아무것도몰랐던사쿠라아이로만기억해줘요
마지막까지 이기적인 내 부탁을 좀 들어줘요. 경찰서로 가요. え、なんで？この番組はもっともっといい携帯へドコモグループ。清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王。どういうことだ？ドライブユアドリームズトヨタ、アサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。孫は必ず捕まえる。